はい、じゃあお願いします。In many ways, credit cards have made our lives a lot easier. はい、日本語どうぞ。多くの方法でクレジットカードは私たちの生活の多くをより楽にしてきた。はい、いいと思いますよ。はい、ということで、始まりました。In many ways、あらゆる方法で、credit cards have made our lives a lot easier。これ、たまに Divs って言ってる人いますけど、Lives だからね、Lives。発音間違えないようによろしくお願いします。Lives で、A lot easier。このアロット、何かありましたね。出た。比較を強調するアロット。Merch still even a lot。比較級の範囲、1年生の期末ぐらいかな、2学期末ぐらいにあったと思います。Merch still even a lot。主に出るやつね。もうちょっといろいろありますけれども、押さえておくといいです。はい、訳の方も良かったですよ。多くの方法で、多くの点で、クレジットカードは我々の生活をより一層、簡単に、楽にね、はい、容易にしているのです。基本的な形は、メイク、OC になってるんだよね。OC させるというふうな形になってます。今回の文章ですけれども、改めてクロフトのところは私が言いますと、Presentation on cash payment on cashless。ね、キャッシュで支払うのか、キャッシュを使わないのかに対するプレゼン。で、Lady calls presentation in high school。だから、リリコちゃんがプレゼンするお話っていうふうになってます。ということで、この現金で払う方がいいのか、現金を使わない方がいいのかっていうふうなテーマで進んでいくわけなんですけれども、次のところは However からですけれども、じゃあよろしくお願いします。However, researcher have also found that credit card can encourage us to spend more than we need to. あ、いいですね。はい、そのまま日本語に。しかしながら、科学者たちはクレジットカードが、私たちが必要とするよりも多く使おうことを催促する可能性があることに気がついた。はい、いいと思います。大丈夫だと思います。科学者って言ってね、研究者なんでね。よろしくお願いします。Researchers have also found that credit cards can encourage us to spend more than we need to.ここ、古文使ってきました。こちら、SN College All To Do。だよね。はい、S は O にニョロニョロするよう促すみたいな。ね、今、きれいに催促するというふうな訳をしてくれました。促すという意味です。しかしながら、研究者たちは気づいた、発見したんです。クレジットカードが我々に私たちが必要としている以上のお金なんでしょうね、お金を、費やすことを促していることに気づいたんです、ね、さあここで次からこの英文はキャッシュレス社会において我々がどのようにお金を使ってしまうのかというところに焦点を当てて進んでいきます。ではどうぞ。In one experiment done by professors at the Massachusetts Institute of Technology, it was found that people are more likely to spend extra money maintaining with a credit card compared to cash. おー、長いですね。そのまま役の方頑張ってください。マサチューセッツ工科大学の教授によって行われたある実験では、現金に比べてクレジットカードで支払いをするときに人々は、余計なお金をもっと使いそうだということが発見された。パーフェクトです。もう次行きましょうってなるわけにもいかないですけど、少し見ていきましょう。はい、よかったです。 In one experiment done by professors after ここだけ欲しかったね。マサチューセッツです。うるせえ感じですけどね。マサチューセッツ Institute of Technology っていうところですね。で、これマサチューセッツ工科大学でいいです。マサチューセッツ Institute of Technology、 マサチューセッツ工科大学の教授によって行われたとある一つの実験において、
一と青色引かせていただきました。これは典型的な一とざっと型、一との内容が主語が長すぎるので、広い意味で言ったらこの青色すべて The people were が to cash までが主語に当たるので、こんなもん投げからっつって一と、の中身をざっといかに置くという形ですね。で、あと、すごく綺麗に訳せてたのはここですよね。後ろからきちんと訳していた when 説の中身を処理、はい、現金と比較してクレジットカードで支払いを行う際、人々は more likely to 何々しがちであるんだよね。 be likely to 使っています。何々しがちなんです。extra money spend extra money、 余分なお金を使いがちになる、余分なお金をつい使ってしまうことが found、 明らかとなりました。 extra は余剰の、余分なというふうな解釈の仕方をしていただければいいかと思います。まあ確かにそうですよね。カードとかで払うと支払い翌日、翌々日になっちゃう、翌々月になっちゃうから使った金額よくわかんないっていうね。人間って怖いっすよね。まあ、皆さんはまだそんな悩みを皆さんが持ってたら怖くて仕方ないんですけれども、我々はそういう悩みをもとにたまに来たりしますっていうようなところ。はい、ここよろしかったでしょうか。綺麗に訳せました。よかったですよ。うん、はい、じゃあ次です。A man. A moment. You got chance. A man. A note です。A man. はい。どうぞ。教授らは、生徒の間で、スポーツ以外のお金のチケットを買う行動を。よく見る。オークション。ヤフー。ヤフー受けたの怖いよね。私転売してるんです。おお。そう、これオークションで普通に。アークション。オークションを、ヘルですから。あ、そう、開いてるんです。その通りになるんです。はい。なので、これ結構見間違いとか気をつけてね。U 入ってます。The professors held an auction among students to buy tickets for sporting events. まあ、その教授たちというのは、とあるスポーツのチケットに対、とあるスポーツのイベントに対して、生徒たちの間でチケットを買うようなオークションを開催したの。そしたら何が起きたか、はい、こんなことが起きます。じゃあ次のところお願いします。一つの、ある一つ、あ、英語ちょっと読んで。あ、そっか。はい、大丈夫ですよ。バングロックというクレジットカード、ウィアードはオンリーキャッシュ。はい、どうぞ。一つの、ある一つのグループではクレジットカードが使えて、他のグループは現金だけです。そう、いいですね。One group could use credit card, the other only cash. One and the other は一方は他方はという解釈をします。なら一方のグループはクレジットカードを使うことができ、もう他方のグループ、もう片方でもいいです、もう片方のグループは現金しか使えない。はい、いいですね。あと次のところなかなかですけれども、じゃあ頑張ってください。どうぞ。When credit cards were the option, students were willing to spend twice the amount on the same tickets compared to the cash group. はい、どうぞ。クレジットカードが選択肢にあったら、現金のグループに比べて同じ、生徒は同じチケットに2倍の量を費やしても構わなかった。はい、いいと思いますよ。はい、ここの訳かっこよかったです。 Credit card were the option、 クレジットカードが選択肢にある場合だよね。その通りです。クレジットカードイコール選択肢っていうので
典型的な5分形の、2分形でやってますけど、クレジットカードが選択肢にある場合、ある時でもいいですけど、こういう言い方きれいだと思います。で、結構今日覚えるも多いですね。 Be willing to do、 進んでニョロニョロする。ちょっとこれは2年生になる前にしっかり覚えておきましょう。英作でも大変使い勝手です。ちょっとかっこいい日本語、何々することを厭わない、日本語でおかげでこう同じ意味です。遠慮しないってことです。厭わない感じ、わかりません、待って、あとか知らないですけど、まあありそうですけど、はい、Be willing to do、 進んでないです、ないですことを厭わない。で、amount ですけれども、the ついてますから、これ金額の意味でしょうね。2倍の金額、今回はお金の範囲で the amount、 お金数えられないもんね、英語で解釈では。だからこれは number は無理で amount、 量で、これおそらく the ついてるんで、この文章での amount なんで金額でしょうね。はい、選択肢にある場合、生徒は要するに、ここはあえて現金のみって言いますけど、現金のみのグループと比較して、同じチケットに対して2倍の金額を、はい、費やすことを厭わなかったのです。まあ、おそらく現金グループは手元に現金あるからその前提で考えるんだけれども、現金なしグループはお金無尽蔵に使えるんじゃねって。キャッシュカードって怖いですからねっていうようなところでございますよ。こんなところになってきた文章でございますけれども、はい、ここまで大丈夫ですか。ここまで大丈夫そうですか。よいしょ、はい、で、この研究から明らかになったことが次のディスタディのところになるわけですね。じゃあお願いします。ディスタディ少佐はクレジットカードメイディングとデンジャラスペン、はい、訳の方どうぞ。この研究はどのようにクレジットカードが危険な使用に導き得るかを示している。はい、いいと思います。これなんか僕よく大体発音最初の時期よく言うんですけれども、これデンジャラスじゃなくてデンジャラスね、Dangerous、 これなんで強く言いたいかっていうと、なんか毎週のように言っちゃうんですけれども、これ英検とか受けるときめっちゃ試験官聞いてます。ここだいたいほら文章読まされるやん、で Danger だいたい入れがちで Danger って言ってるかどうかを結構聞きます。だこれ結構言います。はい、で訳の方が良かったですよ。 Lead to は結局こちらからこちらにニョロニョロに至るという解釈があります。まあこれちょっとまた細かく言うときまた言います。ね、この研究からクレジットカードがどのように危険な商品に至っているのかということを示しておりまして、というようなところでございます。はい、で次ですね、大所二つ、最後谷が締めてくれます。じゃあ一つ目どうぞ。先生はノートハンディングオーブン、何フィジカリ You don't feel like you are actually losing somethingYou are hard earning money. そう。あ、じゃあ日本語訳してください。物理的にお金を渡していないので、はい、何かを、つまり苦労して儲けたお金を実際に失っている気がします。はい。ハイフンのところの訳、めっちゃかっこよかったっす。何かを、すなわち。そう、ハイフンは例示です。例示とか説明なんで、今回のように一言、つまりとつけると決まったりもしますし、例えば、コーチ就職のように、あなたが一生懸命稼いだお金というものをってやってもいいですね。でも今みたいな訳でも全然 OK です。で、hand over は今回の場合、これ言い換えすると、パスやね、非常に単純にパスの言い換えでいけます。はい、
で、これ面白いね。物理的にお金を手渡されない。最後ちょっとこれコラムで話させてもらうんですけれども、もう物理的には今回はいいです。役の方が良かったです。Since you're not handing over money physically. Since は理由の since。何々なので、理由の since って言います。あなたは物理的にお金を受け取っていないので、You don't feel like you're actually losing something with your hard-earned money.あなたが一生懸命稼いだお金 earned は稼ぐの意味です。稼いだお金というものを実際失っている気がしない。まあカード使うと使ってる感覚なくなるからね、はい。まあ、さっきにも言いましたがもうすでにそんな感覚を持ってはいただいてほしくないんですけど、ね、はい。As we move to a cashless society, consumers need to be more aware of how cashless payment options can sometimes lead to overspending. はい、どうぞ。私たちはキャッシュレス社会に移行するにつれ、消費者は、どのようにキャッシュレス決済の選択肢が時々浪費に至りうるのかをより知っている必要がある。はい。ああ、なるほど。アズを比例のアズでやってみた。これね、なかなか解釈あれだよね。難しいよね。まあ、場合、時に。アズって5パターンあって、まあ、とりあえず、統治がかからない4パターンで、あ、今回とかじゃないよ。because, when。で、次は英語で置き換えられないんだけど、何々するにつれて、何々のように。あと一つ何々だけれどもっていうのがあるんだけど、ちょっとそれはちょっと特殊なパターンだから割愛する。 as プラス s プラス v のこの訳をするときの4パターンがあって、まあ、非常にいい解釈でしたね今のところ。正直4パターンあるってことは逆に向こうの人どういう解釈かっつったら同時に行われてるって感じなんだよね。このアズの状況と主説の状況が一緒に行われてるっていう解釈をすればいいから、今回は別に when でもするにつれてでもどちらでもいけそうかなって感じがしました。ただこれも一概にこうでやって答えをこの文章量で出すのは逆に失礼なんで、つれてでもいいかなって思います。我々がキャッシュレス社会に移行するにつれて、消費者はで be aware of 注意する何を of 以下はここね、こういうの大事にしてね。off 以下は名詞、前置詞だから名詞の節で how を取ってる。how 節です。疑問詞節の名詞節です。はい。どれほどぐらいの役が綺麗だと思います。キャッシュレスでの支払いという選択肢が時にどれほど多くの商品。要するに使いすぎだね。使いすぎること。多方な消費につながるのか。注意する必要があるのでしょう。つって終わりですね。はい。はい、ということで、お金を使うことの恐怖について、言ってくれた、言い分でございましたとさ。